あ、今夜もね、デュエプロの新カード情報が出ていましたので、皆さんと見ていきたいと思います。流派トンプーと流派戦ファンパイ、そして流脈空戦トンナンシャーペと、亜空間ダイスシロラ。めっちゃ言いづらいんですけども、一気に4枚発表されていたんでね、順番に見ていこうかなと思います。まずは流派トンプーですね。能力なんですけども、自分の超次元ゾーンからコスト3以下のドラグハートをバトルゾーンに出す強制チップ能力を持っていますよと。そして付属のドラグハートウェポンが流派戦ファンパイ。装備したクリーチャーがアタックするときに相手の山札の上から1枚目を公開させると。それが呪文ならば自分が唱えることができると。そしてまた自分のターンの終わりに相手の墓地にカードが4枚以上あることを条件とした流解をね、持っていますよと。紙だとね、流解条件は5枚だったんですけど、4枚にね、まあ、強化されたことによって、まあ、だいぶね、使い勝手は良くなったんじゃないかなと。そして、流解すると、流脈空戦、トンナンシャーペになるわけなんですが、能力は自分の水のクリーチャーがアタックするときに、相手は自身の山札の上から1枚目を公開させますよと。それが呪文であれば、自分がコストをね、支払わずに唱えてもよい。そうしないなら、公開させたカードを山札の一番下に置くと。そしてね、このトンナンシャーペも、紙からですね、流解条件が緩くなっていて、10枚から8枚に変更されていました。なんで、相手の墓地にカードが8枚あれば、亜空間、ダイスシドラに流解しますよと。能力は自分または相手の墓地から呪文を踏み倒すことができますよと。まあこれね、墓地からね、呪文を踏み倒すんですけど、ロマノフとかといったね、そこら辺の能力とは、一味ね、違っていて、唱えた呪文がですね、墓地に留まり続けるんですよね。なんで、アタックするたびに、墓地の強力呪文を使い回すことができるんですよ。なんで、エターナルソードとか連発することできますし、フォトンクロックっていうね、カードが、まあ、デュエイプレにもね、あるんですけども、そのカードを使えば、ワンショットもね、狙えるということで、いや、かなりね、面白い能力だと思うんで、いやこういうね、相手の呪文踏み倒すみたいなカード、僕、ゴスペルがね、大好きなんで、すごいいいカードだと思うんで、ね、ちょっとこれでね、まあ、いろんなガチャデッキ作ってみたいと思います。ということで、続いてのカード見ていきましょう。レッツゴー。さあ、続いてのカード見ていきましょう。恐竜派サソリスレイジと、ジュラシックジャングルジュライオ、そしてね、強固大王サウザルピオがね、発表されていましたので、1枚ずつ見ていきましょうか。まずはサソリスレイジ。コスト3以下のドラグハートまたはコスト5以下の自然のドラグハートをね、呼び出すことができるチップ能力と、山札の上から1枚目をね、マナブーストする能力と、ガードマンを持っていますよと。まあもうね、コスト8で自然のね、ドラグハートを呼び出すことができるドラグナーは、まあもうデュエプレにはね、ザ・デッドマンが存在してるわけなんですけども、まあ、ニガ・アブシュームのマナー5色化をね、活かすのであれば、ザ・デッドマンが優先されるかなって思うんですけど、サソリスレイジかなりね、パワーも1万1000で高いし、ダブルブレーカー、ガードマン、そしてマナブースト能力持ってるんで、まあ、ニガ・アブシュームを使わないのであれば、基本的にこのサソリスレイジでもうこと足りてるのかなって思いますよね。かなりスペックは高いですし、これね、コスト8なんで、ジャックポットエントリーからもね、踏み倒すことができるので、まあ、だいぶ強いんじゃないかなと。そして付属のドラグハートフォートレスが、ジュラシックジャングルジュライオ。紙からね、これ強化なのかは、ちょっとわからないんですけども、4000以下のクリーチャーはアタックできないから、アタックするときに、まあ、マナゾーンに行くに変更されていましたね。ちょっとこれ相手のマナ増えちゃうんでね、まあどうなんだろうという感じにはなりますけども、そして自分のターンの初めにバトルゾーンにある自分のクリーチャーのコストの合計が25以上であれば、流解することができますよと。まあ、流解条件はね、ボアロパゴスと同じ感じで、まあ、自分のね、場のクリーチャーの合計コストをね、まあ、参照するっていう感じなんですけど、まあ、ボアロパゴスと違ってですね、まあ、自らクリーチャーをね、展開する能力持ってないんですよね。なんで、このクリーチャーだけで、まあ、合計コスト25以上ってなるとね、なかなか厳しいものはあるのかなって思いますし、まあこれね、流解費持ってないので、流解するとね、まあ簡単に除去されてしまうっていうのもね、ちょっと難点なので、あくまでもね、この4000以下のクリーチャー、まあビート対策しながら、流解するときはね、もうフィニッシャーとして、もう詰めに行くよぐらいのときに流解するっていうのがね、まあ一番いいのかなって思いますね。そして流解すると、このサウザールピオになるんですけども、まあ古代王ザウルピオのまあ上位互換みたいな感じですよね。シールドがない状態であれば、まあダイレクトアタックどころか、
アタックすらもできない状況にさせてしまうんですよ。なんですけど、まあ簡単に除去はされてしまいますね。まあ、このクリーチャーよりもねパワーが低いっていう制約があるんですけど、パワー1万8000もあるんでね、まあ大体は下回るでしょう。1万8000はね、まあ除去耐性がないので、まあ、流解してしまったらもうあとクワトルブレーカーでゴリ押すのが一番いいのかなって思いますね。サソリスレージ本当になんかジャックポットエントリーから出したらかなり強いと思うので、まあ、ジャックポットを絡めたデッキとかでね活躍してくれるんじゃないでしょうか。ということで続いてのカード見ていきましょう。レッツゴー。さあ続いてのカード見ていきましょう。請求リブリバリアということで、こいつめちゃくちゃ強くない？これ白タン速攻とかにめっちゃ入りそうだなって思うんですけど、ただこれ4マナダブルブレーカーパワー6000、しかも進化クリーチャーなんで召喚酔いがない、しかもこれエスケープ能力持ってるってことで頭おかしなるで、こんなのこれアクロアイトでコスト軽減して3マナとかで出てこられたらきつくないね。これエスケープ能力持ってるんで破壊される時に、まあ、シールド回収すれば生き残るんですよ。しかもこれシールド回収能力手札補充にもなるんだよね。えぐっ、マジでこれ白炭速攻やばいんじゃないかなって正直思いますけどね。なんか1マナで予言者来ると出しといて、まあ、2マナでアクロワイトで予言者来るとに3ターン目にこのねリブリバリア乗っけるみたいな、イカれてます、最強です。さあ9時の目玉カード見ていきましょう。覚醒竜海牽制次元ということで、能力なんですけども、ドラグハートまたはサイキッククリーチャーをね好きな数選んで裏返すことができるアタックトリガー持ってますね。そしてバトルに勝つたびにアンタップする無限小能力持っていまして、まあ紙からはまあちょっとテキストのあれが変わってるのかな。相手のねドラグハートとサイキッククリーチャーもそれぞれねコストの最も小さい方に裏返すことができるということで、いやこれねだいぶ癖強いね。めちゃくちゃ癖強い能力だわ。強えようで使いづらいっすよねこれね。まあなんでまあどうなんだろうね、本来覚醒がなんか難しい強力なね裏面を持つねサイキッククリーチャーをまあ一応裏返したりすることできるし、逆に相手のねドラグハートクリーチャーだったりウェポンフォートレスをまあ裏返すことによって、まあ擬似的な、まあ除去として使うことも可能になってきますよと。まあこれ何のデッキに入るのっていう話にはなるよね。まあドラグハートだったりとかサイキッククリーチャーを、まあなんか並べるとか、まあ多めに扱うデッキなのであれば、切り札級の1枚になるのかなとは思うんですけど、まあ、サイキッククリーチャーを並べつつ、このね、覚醒竜海牽制次元が9マナなことを考えると、まあ、そこら辺の噛み合いがね、どうなるか、ちょっと難しいですよね。ラストストームとかと組み合わせてあげるのすごい面白いなとか、結構ね、勝手に思ってたんですけど、ちょっと難しいので、コントロールデッキにね、なんか1枚とか刺しといて、まあ、一気にね、相手のドラグハートだったりとか、まあ、外銀河とかそこら辺をね、一気に処理するみたいな感じで使ってあげると、まあ、形勢逆転できたりね、面白いことになると思うし、逆にも自分のね、このサイキッククリーチャーだけで特化させて、一気にね、爆発的に流解させるとか、覚醒させるみたいな、ちょっとね、面白いムーブもできると思うので、使い方もね、だいぶ難しいとは思うんですけども、かなりね、面白い能力を持ってるクリーチャーだと思うので、まあ、ユハイチャンネル的にはね、かなり歓喜です。ということで、でも癖強いね。うん、だいぶ癖が強い。ということで、まあ、今夜のね、新カード情報は以上となりますので、またね、新カード情報が紹介され次第動画にしていきたいと思いますんでね、ぜひよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、また明日の動画でお会いしましょう。さよなら。